夜中にいきなりさ、いつ空いてるのって LINE。 君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたの。あの頃僕たちはさ、何でもできる気がしてた。二人で海に行ってはたくさん写真撮ったね。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を。人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ。別に君は求めてないけど、横にいられると思い出す。君のドロリア&ザボンさんはベジータに殺されたよ。キュイ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 も殺された。宇宙の帝王フリーザですよ。ひえーい。来ましたね、皆様、お時間ですよ。第6回目でございますよ。いかがでしたか、香水。いかがでした。最高でした。ね、若干ね、こう歌詞を見ながらなんで、もう一箇所間違えましたけどね。まあまあいいでしょう。それもね、ご愛嬌ということで。はい。まあね、皆様ですね、まあ8月もですね、いろいろまあ大変な時期が続きますが、しっかりとですね、クーラ兄さんみたいなマスクをつけて、ちゃんとしっかりと予防線を張ってですね、ソーシャルディスタンスを守ってくださいよ。今日も見てごらんなさい。会議室ですかね、これは。面接するんですか、誰か。サロピーさん。はい。これは。誰かが面接すると思います。誰か来るんですかね、これは。まあ困ったもんですよ。わかりました。ね。もうね、タイトルコール早速行きたいと思う。書きたいんでしょ。ね。良いですか、私が。お時間ですと言ったら、よーっとコメントしてくださいよ。それでは参りましょう。お時間ですよーっけー。改めまして、宇宙の帝王フリーザです。けーい。そしてあれ、何も喋らないですか。あ、どうも、番組プロデューサーサトピーです。よろしくお願いします。ボケーっとしてるじゃないですか、もうすでに。いやそんなことないですよ。なんです。いえいえ、もう一人でもう全部やってるから画面のね、調整とかもね、そうまあいろいろ大変ですけど、いろいろありますけども、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日はなんかやることがね、もうあるとありますいうことですからね。はい、ちょっと番組の説明、説明をしたいと思います。この番組はですね、この私、フリーザ様が自由にやりたいことをただ流すだけの新感覚な番組です。新感覚なんでしょう、これは。新感覚。これツイキャスとか YouTuber の人って、まあまさに自由にやりたいことをね、まあ編集も込めてですけど、ただ流すだけですけど。やってます、ね、新感覚。新感覚。新感覚なんですかね、これは。まあまあ新感覚ということでしょう。とりあえずですね、今見てる、地球人、下等生物どもは、全員私の部下になってください。お願いいたしますよ。6回目にしてやっとなんかこう番組らしくなりましたね。番組らしいですね、ちょっとね、こういう感じは、ね、いいですね。まあ、そしてですね、この番組の公式ツイッター、こちらはアットマーク THE アンダーバー TIME アンダーバー BOX ザタイムボックス、お時間ですよ、ということで、これ全部小文字なんで、ぜひですね、こちらよろしくお願いします。で、アーカイブ版もツイキャスで更新されていきますので、皆さん見てくださいよ。見ないと殺しますからね。お願いいたしますね。
で番組放送中でですねフリーザの部下からのツイートもこちら待っております。こちらはですねお時間ですよというのにハッシュタグをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。お時間ですよですよ、要は小文字です。よろしくお願いいたします。そしてですねこちら番組への投げ銭、こちら投げ銭システムもございます。番組ツイッター、ツイッター番組のツイッターですね、番組ツイッターに貼ってあるプリンというアプリに登録してフリーザ軍の部下になっていただいて支援をしてください。支援されたゼニーでゲームソフトを買います。もうね、ゲームソフトだったりいろいろねやっていくん でそれをですねこの番組でやっていきますんで皆様よろしくお願いいたします。はい、というわけでサトピー、はい、今回はねこのコーナーのタイトルがあるんですよね。はい、ございます。いきます、コーナータイトルいきますよ。フリーザのゲームをしようじゃないですか。はい、というわけで今回もこちらゲームを楽しむという企画でございますね。まあ、番組 P が買ってきたファミコンソフト、こちらがあるということで、さ最初のね1万円からファミコンソフトを買ってきたので早速ちょっと遊んでみましょうよ。これおサトピーさん、お目が高いですね。まず今回、はい、予算の中で買ってきた、今並んでるんですよ下に、はい、これものがあるんですけども、はい、昭和、まあ、40代あと30代後半中盤の人もちょっとテンション上がるのかな。35歳ぐらいから40代前半の方がすごくですねテンション上がるソフトだと思います。まず一つ目からですね紹介していきましょう。サトピーが買ってきたのはこちら、いきます、マシン英雄で渡る外伝。やったー、うわいいですねこれ。君の涙最後にわかるなら、いいですね、ひみこ、いいですねこれ。すごいですよね、もうこの声優さんが、ひみこは林原めぐみさんで、はい、で源田さんでしょ。そうです。でね、もう真由美さんでしょ。はい、そうです。でほら山寺さん、山寺さん、すごい豪華なんです声優さんが。そうなんですよ、そうすごい。その当時でも、その当時でも山寺さんって駆け出しの時ですよね。そうですね、林原さんもまだ新人、うん、新人ではないですけども、そうです。これが始まったのが1989年だったかな、88年でしたかね、うんうん、まあ、ランマ2分の1とかと被ってるとちょうど売れ出しの時に声をやってたんですよ。まあ、その時の人気絶頂、渡るが人気絶頂の時に出たファミコンソフトですよこれね。実はね、私ねこれね小学校の時持ってなかったんですよ。欲しかったんですけど、はい、これ持ってなかったんです。持ってなかった。サトピーは持ってました。いや、僕も持ってなかったんですよ。あ、そうなんですね。はい、やりたくて欲しくて、うん、大人になって今回初めて買いました。ああ、なるほど、はい、これはちょっと楽しみですよ。これどんな感じになるのか。これねすごいですよ。痛快うんちょこ忍法で、さて問題です。痛快うんがチョコ、うんがチョコ、痛快うんがチョコ忍法で何でしょう。そう、皆さん忍者ラホイですね忍者ラホイ、忍者ラホイ、忍者ラホイはこれは佐久間明さんですよね、はい、桃太郎電鉄とか、そうです、そういうファミコン、あれですよ、ジャンプ放送局とか、はい、書かれた、方がイラストで書いてて、この当時ももうそのもう佐久間さんがもうドラクエで、 ドラクエじゃない、なんだっけ、その桃鉄とか、はい、そういうイラストとかでどん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 人気が出てる時にイラストをされてるということで、うんうん、このソフトね、私ね相方の鮫島さんから借りた覚えがあるんですよ。鮫島さんが持ってたのかな、どうだったでしょう。ちょっとね、私の記憶が確かだったらおそらく鮫島さんから、これもちょっと懐かしいです。すごいですよ、極めつけ、はい、こちらでございます。これは皆さん知ってるでしょう。もう知ってますよ、はい、こちらでございます。ダウンタウン熱血行進曲、これ運動会ですね、運動会、はいはい、いやすごい、これ第1弾第2弾第3弾ぐらいかな、はい、国尾くんのドッジボールとかサッカーとかは多分知ってる世代はあると思うんですけど、はい、そうですね、うん、このソレイケ大運動会、こちらはね本当皆さんでこう楽しめるやつで、
あの連射とかで壊れちゃうんですよねこれね。クニオくんシリーズですよね。クニオくんシリーズですよ、はい、もうどれからやりましょう。ちょっとまずはやっぱり、うん、フリーザ様、はい、田中真由美さんともねゆかりがありますので、まあ、あの地球人ね、はい、はい、ね、あの地球人ですよ。コッパみじんされた地球人あります、はい、うん、渡る、まあちょっと渡るを起動してみたいなと思います。あ、はいはいはい、いかがでしょうか。やりましょうやりましょう。わかりました、渡る、いきますよ。今起動しました。復活祭すごいですねこれ。これすごい、これ復活祭、これ分かるかな、これ、そうそうそう、これこれで復活しました、さっきのが。すごい、ということでマシン油田渡るやっていきたいと思います。作ってあるんで、クボンとかいいってことですか。やっても大丈夫です。サダップ様からみたいな子供を通すのに使われている。最も魔導書であるなら別だけど、魔導書を手に入れるですね。敵からのが出てこない。なぜか遊牧民です。私たちはこうして生き残らせるのはサダピー様の魔法の力に守られているから。さあ、もう怪しいですねこれは。もう魔法の力にっていう言葉がね。もう一つ聞いてみましょう。南には復活と呪いの2つの泉があるんだ。そこを守っていらっしゃるのがサダピー様だ。サダピー様下にいるってことね。大変泉には、生き物の姿を変える恐ろしい力があるんだよ。ん？何ですか？この真ん中の私の顔と横の動画は。次はこの横の動画を見てくださいね。そして真ん中のチャンネル登録をなさい。私の目標チャンネル登録者数は53万ですからね。キエイ！